ほな始めまましょううかいいつもありがとうございます私はこれ一つだけあの昨日あの共産党としてです、ね、国会議員団として JR ローカル線等鉄道網の存続・再生により持続可能な地域社会を目指す対策チーム、まあ、あの略称は地域鉄道再生チーム、まあ、これを発足させました。 ご承知のとおりこのコロナ禍での JR の収益減に伴って地方における敗線が相次ぐようなそういう方向性が出されているとこれに対して知事の方々もそういう国土交通大臣に未来につながる鉄道ネットワークを創造する緊急提言というのを出しています。 まあこういう点でも地域における公共交通をどないして維持していくかとでこれは JR に分割民営化をして JR に発足して以来のそういう約束やまたその後の問題含めて地域におけるネットワークが寸断されるという事態が災害との関係もあって随分続いています。こういういい問題にに、つてて私たちとしては、年前に 鉄道路線廃止に歯止めをかけるべきだという提言も行いましたけれども、その問題について、全国的にもこの問題を運動が始まっていますし、私たちとしてもその政策、運動化を進めていきたいということで発足させたということだけお知らせしておきたいと思います。す。昨日のののこととだっったででちょおお知ららせしておきます私の方からは以上です。 はい、共同通信の渡辺と申します。旧統一協会問題について伺います。あの自民党はいわゆる点検結果というのを公表した後もですね、あの岸原副長官の、えー、統一協会との接点が判明するなどまあ、えっ、ー、といろいろ出てきております。その後もあの、えー、と自民党が 追加報告を徹底するようにという指示も出しておりますが、改めてこの自民党の調査に対するあり方や強化でですね。今後求めること自民党のそういう統一協会に関わる点検結果報告についてですよね、これはあのいわゆる調査ではなくて点検だと何度も 茂木幹事長もおっしゃっているわけですが。全容解明とはほど遠いというのが、まず。各メディアも共通して言ってることだと思うんですね。ここは一つの。まあ、前提にあると。で、その上で。あのー。あの調査自身がですね。極めて不十分なものであるってことが。明らかになっていると。で、それは。あの肝心の、まあ安倍氏。 お亡くなりになりましたけど、安倍氏に対する調査や重要な広告等の役割を果たした。果たしたし、果たしている細田現議長ですね。まあ、対象外にしているということからしても、おかしいというのがありました。その一番大事な根本問題は何かと。これは、この教会との関係断絶ということを方針にしているとはいうものの。 なぜこの教会統一教会と関係を断絶しなければならないのかどこが悪いのかとこういう点が根本がはっきりしないからこそこういうずる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 いろんなことができているわけですよねだからしかもそれが政治にどのような影響を及ぼしたのかということすら事故で自らで調査をしないということはありますしもう一つ最後の問題は地方でもいろんなことが起きているわけですよね。 でこれすらやらやないとだからあ,のあり手に言えば、まあ、統一教会がなぜダメなのかなぜ関係を断たなければならないのかという根本がはっきりしてないからああ不十分であり次々とまあ出てくると,ということなんじゃないでしょうかしたがってその点をはっきりすることがね今求められているというふうに私は考えます。 今の東京、点検結果が不十分なので、改めて調査し直すべきというか、点検し直すべきっていうというのがあんだからあの、点検じゃなくて、きちんと調査しなさいと、その際になぜ、えー、関係断絶、関係を立たなければならないのか、その基本的方向をはっきりさせることが、前提として必要だと。でそういうい立場から 点検じゃなくって自らのそういう申請じゃなくって党として組織的なつながりがなかったのかどうかこういう立場から根本から立ち戻るそして政治への歪みはなかったのかこういう角度から点検するとですから今後とも調査しあの点検しますなんて何回言ったってですねそれはそういうことなんだからいつまで出ボロボロ,ボロボロ出てきますようなこと。 肝心かな名の中心が座ってへんわけだから、うん、ちゃいます。はい。日本テレビの長谷と申します。関連して質問です。えっと自民党の調査もそうなんですが、あの野党例えば立憲ですとか、まあ、維新の会さんですとか、ま党内での調査は自主的なものになっています。 えと公表してから改めての追加調査などは、あの他の野党でもされていない現状なんですけれども、そういったほかの他,、えー、と他党はですね、野党のそういった対応については、どのようにお考えですかあの一般的にね、野党についてどうのこうのということじゃないと思うんですよ。政権を担っている政党としてね、基本がどのように頑張られたのかと、でこれ、取り沙汰されているさまざまな現象の中枢にいたと。 しかもそのことの根本問題は選挙まで手伝ってもらっているということがあるわけでねでそういう大掛かりないわば統一協会との組織的つながりとはまたあのそれぞれ別でしょうしそれはそれぞれの党の党としての単なるその先ほど述べたように、えー、自主申告というんではなくてですね党として一定の立場で調査 点検をしているわけですからそそれはそれはとしてて、えー、さらに問題を深めていると思いいますっていうのは野党一般ではなくて私たちとしてもですねこの統一教会問題について、えー、野党の国体ヒアリングなどもやっていますでそういう努力をしているということをね前提にしてみないとだめだと思います。 あの時事通信の統一教会の関係でその、まあ、被害の防止対策の観点からそのフランスの反のセクト法のような、まあ、カルト規制法案の必要性を指摘する声が出ていますけれども共産党としての立場をお願いしますあのまず、ね、この今回の,その統一教会問題、何なのかと。 被害が極めて甚大であるということをはじめとしてこれはあのいわばカルト集団全般のね問題などにこう話を持っていくんじゃなくてまず統一教会の問題だとでそれは無法そしてこう違法な、ね、行為を行っている反社,的反社会的な行為どうして止めるかというのがねまず問題の 肝心なところに据えなくちゃならんと。そうしますとね。その。やはり。現行法で、これをきちんと。こう、止めることができる。ということの。ありとあらゆる手を使う必要があると。思います。で。この問題については。あの、宗教一般と。いう話と、わけ違うと思うんですね。だから、今言いましたように。じ被害は甚大であり。 反社会的行為この反社会的行為をどないして止めるかというところともう一つは救済というのがありますよねだからその点が必要だとで,その点で言えばその宗教法人法の第81条ではですね所轄庁それから利害関係にもしくは検察官の請求によりこの解散を命ずることができると解散命令できるわけですよね。 これは解散命令を行うということはですね宗教法人として存在できなくっても宗教団体としての存続ができるわけですよね。でそういうことなんかも含めてですね何ができるのか何どうしたら止めることができるのかそれからもう一つは救済をするにあたってですね今あのご承知のとおりカウンセリングが必要だと信者のそういうさまざまなマインドコントロール そういう現実がありますよ、ね、でそういう中でいうと相談窓口も作っておられるとところがこれこの一月ぐらいで終わ,る終わりかねえんという実態あるじゃないですかだからそういう意味でいうとその常設にするとか体制を整えるために救済のためのそういう必要なね実態調査とかそれから必要な法的な措置がそれその救済のために必要だというのであれば必要でしょうけどだから分けて考えると。 反射変えていこうどう止めるのかそれからその被害に遭った方々をいろんな意味ありますよね被害受けたそして元信者として苦悩しているそういう人たちをどうして救うのかと分けてそれは考える必要があるとでその際に反社会的行為をどないして止めることができるかそれは例えばオウム真理教の問題にしてもそうです過去そういう例に例あるわけですからそういう点で、ね、きちんとやらないと話をそっち持ってってですね その一般論にしちゃならないと、いう思います。そうすると、今の現行法内で対応すべきだといういす。そっちすぐ持っていく。私そう言ってる。まず現行法で、何ができるか。ね、一般的カルト集入カルトって何なんだ、いの話じゃなくて。反社会的行為やっている。統一教会をどないしてお泊りのかと。いうことが必要だと。 だからそれがで、ね、できななないいいいという結論にまだだ出てないわけじゃないですか、ね、だから反社会的行為っていうのはそれは現行法でさまざまな形でチェックし止めることができるとそれを全部やるということがまず必要だとでそれがね反社会的行為をやっている団体に対する対応としてね十分か不十分かっていうことが問われているわけですよね。で政治ととしてそれを止めることが あの、まず、第一じゃないでしょうか、話を広げてですね。何も止まらないというんじゃなくて、まず、何でできるのかと。いうことで、知り絞ることが必要だと言ってるわけですょうか。朝日新聞の神者です。あの、共産党としてはですね、まあ、共産党としては。いち早くの臨時国会を開けという立場がありと思いますが。与党ですね、まあ、今のところ、10月3日とか、そういうような、まあ、あのー。 声も少しずつ聞こえ始めましたまず臨時国会、いつ頃からになりそうかという点と、またこの臨時国会をですねどのように共産党としては望んでいきたいか、この2点お願いいたします臨時国会ですよね、これ、われわれ8月の段階で、まあ、あの国会が閉じた段階直ちにですね、えー、衆議院126名でしたっけ、参議院77名でしたっけのお連勝でもって、 憲法53条に基づいて開会を要求していると、その声を無視すると、つまりまずね、その臨時国会うんぬんかんぬんって話こう、そっちへ10月とか持っていくんだけどね、まず国民の代表である国会議員が憲法に基づいて要求していることにまず応えろとすぐというのがまず第一じゃないでしょうか。その上でね あの我々は臨時国会の必要性はなぜかという問題についてすでに野党の国体やその他も含めて共通して言っていることも様々ありますが出していますでそれは何よりも今度の問題で言いますとねやっぱ国葬問題ですよねこれらの議論をする必要があるとそれから統一教会との関係ですよねこれが話題の今の政治の焦点となっているこの問題をね ずずるずるるとと伸ばしてです、ね、やるわけにいいかないとでその上でコロナの問題さらには今の物価高騰に関わっての対策がまあいろいろ彼らは言ってますけど補正予算とどうだって言いますけどこういう問題についてね今必要なことは何かとそれから災害対策が今水害のが起こってますよねその必要だと諸般、まあのこういう諸課題について議論から逃げたあかんよと。 うん、だから直ちに私は臨時国会を開催すべきだととにかく今度は国葬問題をやり過ごしてからというようなことをね言ったりしてるわけでしょだからそういうところにねあの自分たちのそういういわば延命といいますか危機自分たちのさまざまなこう危機といいますかねそれを乗り越えることが主であって国民の危機に応えようとしないという。 そこに意識の最大の問題があるんじゃないですかね他党のとことで恐縮なんですけれども、立憲民主党がです、ね、あの最初、党結当時、枝、ま、野、あ、代表で追及型で、まあ、泉代表に代わって、提案型に一ったんを切りましたが、またあの改めて参院選踏まえて、えー、追及型に、まあ、戻すという。 あのちょっと方針が揺れているところがありますが、この立憲民主党の,その体制がこう変わっていることについて、少し限界とか、たったのことですからね、渡、ま、辺、あ、さんが言ってるのは、てま型、あ、世に言われている対決型と言うんでしょうけど、まあ、あの大事なことは、政権と今日、時効のね、 悪い政治に対して対峙して変えていかなければならないとそのためには根本的に対峙してっていうことでは対決しそしてそれを変えるために、ね、提案もすると両方本来必要だと我が党は一貫して言ってるわけですから、あのー、その意味でなんていうんですかね、あのー、対峙し対決していくとでその過程がやっぱり大事ですよね。 だから揺れてるとか揺れてないというのはそれは当人たちが言いべくことであって私は別にあの野党がそういう本来の役割つまりあの国会の機能としての政権に対する監視機能というんですかその監視機能の中には対決し提案していくという両方含まれると思いますし。 その対決対峙していくっていう方向をね、まあ、共にやっていくということになるんだと思います。ほな許せす,すかほなお